はいトルこさんはいテッペさんおはようございますおはようございますおはようございます静かに始めて,静か,めて静かに始めて静かに始めてうるさく終わる <laughs> うるさく終わるッッはい、はい、まあそんなもんでしょういきなりねいきなりねはいあの大きい声ではねうん。<laughs> そうまだまだ皆さん寝てる時間ですからね、はい、そうそう元気ですか はいはいはいあのね元気ですおよかったいろいろありますけどあのは <laughs> いはいやもちろんねなんかねん、うん、えー、例えばこの前あのまああの彼はサンフランシスコのエルさんエル、うん、さんねサンフランのエルさんという生徒さんはいつもあの、はい、1>, 1週間に2回レッスンを 撮ってくれるんですね1週間に2回話すとまあまあまああの先生元気ですかっていうとまあ実は今いろいろこういうことがって、うん、なるんですけどす、ね、1>, 1週間に1回なんかあのその週はまあちょっとお休みして多分僕のレッスンが忙しすぎて予約が取れなかったのかな。まあ 1週間ぶりに話したんですねいつもなるほど週間に2回のペースじゃなくて1週間に1回そうすると「先生元気ですか?」って言うと言われてねいやまあいろいろありましたけどまあもうそれは全部終わってはい元気です。なんかねその1週間に2回だと例えば何か問題があったりした時にまあオンタイムなんですよ。 なるほどね 1>, でも 1, 週1週間経つとなんかあのあいろいろあったけどもう今は大丈夫ですみたいな、うん、問題が起きて解決してあのまあそんな感じもうどうでもよくなったみたいなそうですねわかるわかる <laughs> もう終わっちゃったみたいなねそう,うん、うん、まあ悪くはないんですけど、ね、やっぱりまあもう終わってるんですよほとんどでも1週間ただと何かねもっともっとなんか。うん なんかオンタイムの話がいる。そう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 でしょうねきっとね。うんうんうん。なのでノリコさんと話すのはもうねまあ先週から一週間経って。そう一週間まあ早いよね。なんかいろいろあったけどはいあの今無事に良かったよかった。ようそう。良かったです。そんな感じ。ノリコさんどうですか。一週間ってそんななんかいろいろありありますよね。でももういろいろ大丈夫でしょ。ういやでも私はオンタイムですか。違う違う。私はねなん。 なんか本当に何も起きないね起きないねあのまあ本当本当私たち夫婦はね子供がいないしでずっとまあ今本当に家で仕事をしてるし旦那さんもねなんか変化はないんですよね<や>毎日同じことの繰り返しですね。いやいやとは言いながら、うん、ドラマがイーストエンダーズみたいな。 いやいやいや、そんなね、誰か近所の人が死んだとか、浮気をしたとか、そんな話ですね。いやいや、ない、寂しいな、何もない。いやいや、そういうのはない方がいいです誰かが死んだり、誰かが浮気を。いやいや、ほんそれは悪い話だけど、本当にもう毎日同じです。本当に、ありがたいことに。いや、でもまた、健康だし。カレーライスを作ったり。そうそうそう。なんでわかったんですかえ、また作ったんですかいや、ちょっと聞いてください。あのー、 この間ね、私作ったっていうのはもう多分2週間前ぐらいの話だったと思うんですけど、やっぱりカレーのルーを買ったら、こう2つパックがつくじゃないですね。パックがこう1回分2回分。ね、昨日、<laughs> まあはい、昨日2回分その2つ目のパックを使いました。はい、だから昨日は、うん、はい、昨日カレーだったんですね。うん。なんかいつもそんな話ね。最近カレーの話が多いですね。うん、今度は何カレーですか今度は、 ビーフ、牛肉いつも牛肉今度はじゃないいつも牛肉牛肉カレーでしたはいまあ普通にね牛肉と玉ねぎと人参とジャガイモあ今度は全部はいまあ普通のカレーを食べましたよ一番いいですよ普通のカレーがそうそうそう美味しかったです一番いいと思いますねうんあのね あの僕は半分半分じゃなくていつもあの大きい鍋であのたくさん作ってしまうんですけどそうねうんうん、うん、全部使い切るってことですね全部使い切るす,すごいうんうんすごいすごいでねうん、うん、この前ですよ、うん、まあそれは結構前ですけどあのカレーにトマトの缶詰も入れたんです 美味しそうですね。それはどうなりました？美味しかった。美味しかったですよ。美味しかったけど、けどですよ。はいはいはい。あのね、やっぱり飽きる。あ、本当にダメだったってことかいやそのあのだって全部使ったらまあ十回分ぐらいのカレーになるでしょ。 ははいい結構ねもう3分ぐらいあそっかそれを食べきれ食べきれえ食べきれえなんて言えばいいの食べきらないといけないうんまあまあその冷凍庫に入れてあそういうことなんだまあ結構そう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 もちろんもちろんもう二週間とか三週間ぐらいで食べるんですけどでも普通のカレーに比べると飽きるんですよねあトマトが入っていいそうそうなんですよ美味しいんですけど 途中で、であ、普通のカレーを作ればよかったと思いました。思っちゃったんだ。はい、やっぱりそのまあまあ普通がいいよね。はい。そう、そうそういうことです。だから紀子さんが作った普通のカレー、ーそれが一番なんです。それをね、僕は求めてるんですよ。求めてる。はい、そっか、あの今冷凍庫にあるんですか？いや、もう食べ終わりました。終わりました。じゃそろそろ <laughs> 次作る時はね、必ず普通のカレーを作ろうと思います。いいですね。 のりこさんもうそういういいもうやっぱりさすがお姉さん、ま、いやさすがさ、ま、そこまで考えなかったっていうのが事実ですけどあのもう本当にもうスタンダードなものを作る、うん、のりこさん、はいまあね、定番のものを、うんうん、でも今話を聞いたらチャレンジしてみたいと思思いましたけどトマトを入れてみようかと思いましたが いや、美味しいですけど、やっぱり飽きるんですよね。一回分ぐらいだけだったらいいかな。私は。そっちの方がいいと思います。たくさん作らないから。はい。そう、そっちの方がいいと思います。ね。はい。やっぱりスタンダードなものが一番ですよ。のりこさんはいつもそうですか例えばジャムを買うときは、なんか味は、やっぱりイチゴとかにしますか いちごあのまあイギリスここだったらあれですよあのラズベリーあ,あまあそれがスタンダードなんですよね、うん、ラズベリーが好きですうん、えー、例えばねスコーン買うときにプ,はい、はい、プレーンとかチョコレートとかなんかいるチョコレートはないのかなないないですねいやプレーンいやスコーンはやっぱり好ンじゃない

なんか、中に入ってるのこう、サンドイッチみたいになってるのを <laughs> うまく説明できないけど。すごい。で、その上にチョコレートが乗ってたりするんですよ。なんか溶けた。クリームはどんなクリームなんですかあの、生クリームみたいな<ー>クリームカスタードクリームじゃなくて。あ、カスタードもあります。カスタードもあるもちろん。もう本当にね、こってり。なんでドーナツがここまでっていう。ただでさえ、ね、油っこいものなのに。クリームが入ってるんですね。う,ん,うん。だからね、シンプルなドーナツってあんまりここで見ない。 クリームが入ってる。本当に。カタカナのクリームっていいですね。クリーム。クリームですよ。ホイップクリーム。クリーム、本当に。その通りですよ。だからね。あのシンプルなドーナツあんまりないよ。あ、そうですか。懐かしいね。え、なですか。ミスタードーナツとか。ミスタードーナツ。そうそうそう。よく言ってたよ。まあ、今でもありますよ。たくさんでも。本当に。うん。まあ。 食べないそうね結構ねドーナツは結構重たい食べ物ですよねいや重いそうですね確かにねんかドーナツってちょっと困りますよねいわゆるももちろん食事の代わりにはならないならないけどデザートとしてはちょっと重いしねそこまでいらないなそうそうなんですよ僕はもう本当に まあ金つばとかで十分。金つばちょっと皆さんに説明してください。食べてないな金つば。スワマスワマとかでいいですよ。スワマ。D.V. なでも金つば結構重いか。金つばってなんかあのあんこのも団子みたいなやつですよね。団子っていうか。いやもう食べてなさすぎて食べちゃったよ。うん。スワマスも餅みたいなやつです。 じゃあ結構お餅系はおかいっぱいになるかな。うん。うん本当ちょっとでいいですね。ちょっとで。ね。ちょっとだけ。うん。ちょっとね。ちょっとだけです。ドーナツだったら、僕は理想としてはですね、ドーナツは彼女と2人で1つぐらいで本当に可いい半分ずつね。まあ、いかんせん。いかんせん。いかんせんって面白い言葉です。いかんせんっていうのは、

そっかそっかじゃあそんな時どうするのじゃあ僕も一つしかないんですよね一つ一つと半分くださいとか言えないできないもんねそっかじゃあ結局二つ注文してしまうことになるわけねで僕が半分食べて奥さんが1個半みたいなのがよくあるよくあるお面白い面白い面白いまあまあ普通はでも僕も1個食べるけど本当は本当はまあそん まあ、うん。二人で一個ぐらいでいいかな。一、うん、口でいいんですけどね。うん。そ一口でね。<laughs> そっか、そっか。うん。まあ、僕はちゃんと昼ご飯を食べて、その後。コーヒーと、あの。ちょっとスイーツが好きなんで。うん、そんなにドーナツ一個とかいらないんですよね。うん,う,んうん。うん、ね。そうん。うん。なんか、まあ。<う>ちっちゃいのは、ちょ。ちょこちょこと食べる方が。いいかな。 なりこさんでもちょっとあれですからねもうあの <laughs> <何>多分昼ご飯の代わりにドーナツ3つぐらい食べるんでしょう食べない食べない食べませんよほんとほんとほんと<た>いや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 <え>食べないですよ例えば、うん、昨日の昼は何を食べたんですか 夜はカレー、<う>夜はカレーでしょ違う、違うんです。実は昼がカレーでした。<お>昨日。昼がカレー。うん、私ちょっと昼時間が空いたので、じゃあカレーにしようと思って、うん、カレーを作りました。はい。じゃあ夜は何ですか <laughs> これまた同じ話、ごめんなさい。うん、カレーうどん <laughs>。それそれはすごいな。<laughs> 普通はですよ、皆さん。次の日ですよね。それは、まあ、少なくとも次の日ですよね。じゃないと飽きるでしょ そう、そう、すごいよね食べていや。これはね、ちょっとね、旦那さんと話し合いをしました。あの、実はその、昨日の夜ね、すごくレッスンがあって、忙しかったんですね。で、旦那さんもどうしてもちょっと外せない、あの、仕事の用事があって、これは誰が、どっちが夜ご飯を作る忙しい。 じゃあ、やっぱりカレーの残りで簡単にカレーうどんがいいんじゃないという話に落ち着いたんです。もうあれ、鍋、鍋洗いたくないかなもう、カレーの入った鍋に、その通りです。もうその通り、その通りです。本当にもう、水落として、ちょっと、で、ちょっと麺つゆ入れて、で、うどんを茹でて、そしたらもう忙しくてもパパッと食べられるよね。まあまあ、のりこさん。まあまあ、そうですよ。すみません。本あでも、 うどん、まあ、うん、そのご飯がうどんになっただけですよね。うん、だからそうそうそう。栄養は昼と夜は同じです、ね。<laughs> 同じ、全く同じようなものを食べたと感じてね。はい、そうそう、その通りです。はい、まあまあ、でも、まあ。 いいです美味しかったですからまあ、ねね、まあ、ねまあ、<laughs> 本当にだから今日は食べませんかあれさすがにもうありませんから法律的ですねのりこさんちはいや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 まあたまたまですね昨日ねうんそんな日聞いてみる聞いてみるもんですね <laughs> うんそうそうもうちょっと恥ずかしいけど <laughs> いやいいですよでもまあ美味しかったらいいですけどねそうそうまあ美味しかったらねうん、うん、美味しかったら でもね夜夜スープを飲まなくてうどんだけ食べればまた今日もカレーうどん作れたんじゃないですかああそうかちょっとねいや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 ちょっともう十分ですね本当にねお昼と夜カレーカレーできたらもう今日は違うものが食べたいでしょうまだ考えてないけどねうん効率よく。 カレーうどん作ってスープは食べずに <laughs> あのうどんだけ食べていけば少しずつスープが少なくなっていって。<laughs> いや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 どんなねえほに。